和歌山県上富田町にある動物保護施設ワンライフ。ここにはさまざまな理由でやってきた犬や猫50匹が保護されています。この子ね虐待でもう骨と皮状態でガリッガリやって、もう手放してくださいって言ってね、手放してもらってうち来てんな。ここが猫のお部屋になってます。で、あ、ここのこの子猫もそうです。その廃業したブリーダーさんのところので、この子は施設に入るのに外に掘り出された子らしくって、飼育放棄や遺棄、そしてペットが増えすぎて適切に飼育できなくなる多頭飼育崩壊、行き場をなくした犬や猫が後を絶ちません。もうとりあえずもう私はもう産まさないでほしい、まあ、生まれて殺される、もう殺されるために生まれてきてるような子をとりあえず私は減らしたい。もうこれ以上かわいそうな子を増やさないでほしい。環境省の調べによると、2022年度の犬猫の殺処分数は11,906匹、うち猫の処分数はおよそ8割の9500匹にも上ります。こうした現状を改善するために何が必要なのか。ワンライフと同じ町内にある犬猫繁殖予防病院、不妊・去勢手術を専門に行う病院で去年の9月にオープンしました。動物病院が少ない避難地域で過剰な繁殖を防ぎ、殺処分などによる不幸な死を減らすことを目的としています。この日手術を受けていたのは飼い猫や野良猫、その数およそ40匹に上ります。だいたい 3,4 歳ぐらいですかね。このスプレー行動っていうのも始まってたでしょうし、発情というのがやはりあの猫ちゃんにとってもストレスかかりますし、膀胱に尿が入ってると子宮を取るときに邪魔になるので尿を絞ります。運営しているのは犬や猫の不妊・去勢手術を推進する全国の獣医師およそ30人が所属するスペイベッツジャパンです。動物保護施設ワンライフと連携し、週に1回木曜日に会員しています。通常の病院では2万円から3万円ほどかかる手術費も、ここでは5,500円、大幅に安い値段に設定し早期に手術することを強く訴えています。生まれてくる命全部大事にしてあげたい。だけど残念ながらもうそれをするにはもう人の手が足りなさすぎる。動物があまりに増えすぎてるせいで、とてもじゃないけど一匹一匹を全て大事にできる状況ではない。でもそれはやっぱり福祉的にまずいだろう。でもそれをしっかりちゃんと対応するためにはもう繁殖管理をしていくことがやっぱり最重要なんじゃないかと。繁殖管理の重要性、それは猫の驚くべき繁殖力にあります。猫は生後6ヶ月ほどで妊娠が可能となり、年に 2,3 回は出産できるといいます。1回の出産で4匹から5匹を産み、1年間で60匹以上に増えることも珍しくはありません。38度1分、大丈夫です。野良猫の場合、手術を終えた印として耳を小さくカットします。桜耳カットの指定が入ってたので、猫を保護した時にはこの子は冷たくなって倒れてたんです。そういう猫を防ぐのがすごく大事かなと思うので、こういう避妊とかは大事かなと思います。子猫が突然5匹も6匹も現れたことにびっくりして、まさかいると思ってなかったので、お世話も一人で追いつかない状態だったので、それだったらなるべく
子猫を増えない状態にしたいなと思ったんですね。オープンから半年、手術をした猫はおよそ720匹、2028年までに7500匹を目指しています。そしてこの地域に開設した最大の理由があるといいます。防災の意識なんです。大きな震災があった後っていうのは、その地にその被災動物の2世3世っていうのがやっぱり増えてしまってっていうのが起こってるんですね。でそれはやっぱり元を正せば、飼い猫飼い犬の手術があんまりちょっと広がってない、あるいは野良猫がもともとたくさんおったという地域やと思うんです。それのレスキューに入るまでに犠牲になる命も本当にもう数えきれない。不妊・去勢手術をしていない犬や猫が被災地で野放しになることで起こりうる過剰繁殖、近い将来南海トラフ地震の発生が予想される避難地域に繁殖予防の意識を徹底させることが重要だといいます。防災の意識でも普段からも飼い犬、犬飼い猫、野良猫もできるだけ手術の普及率上げとこう、そうしたら被害を最小限に食い止められるだろうという、初めて予防的にそういうことをやった土地として確立したものにしたいって考えてるんです。